コラ型フリゲートはソビエト海軍が運用していた警備艦の艦級である。コラ型は NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は42型警備艦である。本型は基本的に先行する29型警備艦の拡大、改良型であり、艦隊を大型化するとともに兵装を強化している。また、ドイツ海軍から接収した T22 型水雷艇の 技術も導入された。設計は、レニングラードの第32中央設計局により、1947年から1949年にかけて行われた。船体は11個の水密区画に区分されている。また、高端性を確保するため、機関室はシフト配置とされている。 主兵装としては B-34USM100mm 単装両用砲が採用されており、艦の前後に2機ずつ配置されている。また広角砲として W-11M37mm 連装機関砲を2機と 25mm 連装機関砲を2機搭載する。当初は大量整備が計画されたものの、艦隊が大型であるために、 コストが高いことが問題視されたことから、建造は8隻で打ち切られ、配備は廉価型のリガ型フリゲートに切り替えられた。8隻すべてがカリーニングラードの第620造船所で建造された。ありがとうございます。